ダメだね。ダメだ。カメラ交代。いいいい、気持ちいい。これもいい。皆さんこんにちは。ちょっとキャンプ行ってくるのサリーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンと商品の開発をしたり、あとは PR するような活動をさせていただいております。で今日はですね、ワークマンのテントの中にこれコットが届いたんですよ。こちらのコットのご紹介と、あともう一つですね、こちらのセパレートインフレータブルマット、こちらも届きましたのでですね、2つどのようなものかご紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。はい、じゃあ今日はですね、ワークマンのベーシックアルミロコット5800円、こちらはですねサンプルを送っていただいたので、実際ね今あとこれワークマンのワイドミシックドームのテントの中でご紹介していきたいと思います。女性での力でもコットをちゃんと組み立てられるかって結構大事なポイントだと思うので、はい、こんな感じで中身一式です。こちら生地とポールと説明書と収納袋です。ここのサイドに、ポールを通すところがあるので、こちらにポールを差し込んでいきます。これです。これを通します。ここまでは全然余裕ですよ。スタートのね、最後ポールをはめるところがね硬かったりするんだ。で、ここのポールの端っこをここにかぶせるそうです。うん、よいしょ。あ、本当だ、硬い。入った。片方完成です。でもう一個これ、はい、でもう一個のポールをこっち側に通していきます。でここギュッとはめて、うん、でまたここの硬いところ、そう、それで針が出るから、よいしょ。あ、引っ張ればいい。引っ張ると入れやすい。ああ、なるほどね、うん、はい、ひっくり返す、はい、はい、綺麗です。レッグフレームを組み立てます。これだね。これをまずカシャって入れて、こういう形かな、こうだね、こういう状態にして、じゃあここに真ん中にこう、これなんかパチンとかって、あ、指ではめるだけ、押し込む、あ、全然普通にいけたけど、こっちが硬いのかな。いけるか、力ない人でもいけるか。ちょっと待って、めちゃくちゃ力ないんだよ。ちょっと待って、こっち先にはめて、ちょっとこっちから先はめて、ここにこうしてギュッとはめて、うん、力技でいいんだよね。力技です。力技でできる気がしないんだけど。これ、全然いかないんだけど。変わりましょうか。ダメだね、ダメだ、カメラ交代。非力な女性の力では無理だね。押し込むだけなのかな。よいしょ、はい、あ、力いるね。でも力いるよね、ちょっとね。じゃあやっていきます。これ他のメーカーだとなんかこうパチンって折り曲げるタイプもあるじゃない。あるなんかそういう方がもしかしたら弱い力でも止められるのかもしれないけど、ここから強引にこう、いや無理だね。やっぱあれだよ、ワークマン製品は力がない。そう、力がないとあまり優しくない感じになって、そう、ちょっとね女性に優しくないね、ワークマン。ワークマン女子とか言ってるから、なんかもうそこからちょっとかけ離れてるかな。あの大きいテントもだって私一人じゃ組み立てられなかった。まあまあね、ちょっとあのピンを刺すところが硬くて、あれだね、男性がやればもうサクサク、ま、何ら問題は何ら問題はない。OK、はい、これ完成完成です。完成、ちょっと私やりたいな。
よし、じゃあ、ね、何髪が静電気でさテントにすごいことになって本当大丈夫、じゃあ、ひっくり返しまーす。お、完成です。コットコットは、まあ、簡易的なベッドみたいなもので、結構ね、あの、お、ちょっと座って、あ、いい気持ちいい。これはここで昼寝をしたいよ。今日もう撮影やめてここで私は昼寝をして帰りたい。本当張りが結構張りがあるけど、あのうち他のメーカーのコットも持ってるに比べると少し沈む感じかな。バシッと張ってるっていうよりは塗ると少し沈み込みはあるけど、まあ、別に支えてくれないわけじゃなくて、なんかしっかり本当に、体重支えてくれる感じもしていいんじゃないかな。ただ、高さ調節できないタイプなんで、物によってはメーカーによってはこう低くロータイプとハイタイプになるやつがあって、ハイタイプにすれば下に荷物とかね入れられたりもするんだけど、ワークマンのコットは高さが本当に低いタイプなので、ここの下にちょっとしか本当荷物が入れられないのが、そこがもしかしたら気になる人は気になるデメリットになるかもしれないですね。ただこれ5800円で買えるのはなかなか他のメーカーじゃないよ。うん、テントの中で使う分には全然いいよね。外だとハイの方がいいかもしれないけどね、で多分これだと、あのこれからインフレータブルマットも広げてみるけど、多分インフレータブルマットよりも寝心地はこっちの方が、お家のね、お家のなんか本当にベッドとかそういう感じに近いから寝心地は抜群よ。5800円は安い。ただ硬いから女性一人じゃちょっと厳しいかなっていうのが率直な感想です。はい、じゃあこのコット外せるかどうかやってみたいと思います。多分私もう外せないと思う。いやー無理だよ。浜さん、はい、じゃあ外していきます。はい、下に、押す、はい、やってみる。あ、やってみる。下に押すのね。で、これを下にギュッと押すのね。グッと押す。わかった、はい、やってみる。いきますよ、はい、ダメです。ダメでした。ダメでした。硬かった。非力な女よ。はい、簡単だね、はい、おかしいね、あれ、はい、あれなんか怪力男みたいに見える。はい、はい、あとはもうね、外してポールも短くしていくだけです。簡単だね。で、もう一つ届いたのがセパレートインフレーターマット、こちら2900円です。これは、まあ、ちょっと空気を入れて膨らませして、まあ、寝袋の下に敷いて使う寝床的な、まあ、マットになるんですけども、これはね、あれなんですよ、珍しく他社製と違ってセパレートで2つに分かれてるそうなんです。で、なんで2つに分かれてるかっていうのは、なんか開発の社員さんがその方が多分空気入れる時間も短くて済むし、撤収の時に片付けるのも楽なんじゃないかなっていうことで、なんか2つに分けたそうです。説明書と、あともこちらは本体ですね。こちら2つになってます。自動的に膨らむのかな。それがこの状態のものが2枚入ってます。あ、そういうこと。そうなの、セパレートしてるからね。普通は1枚の長いものなんだけども、でここにバルブ、空気のバブルブがついてます。これをひねると空気がシューって、それで入ってくるっていう。こっちもそれ。でもちょっと口で空気入れないとダメそうな感じしない。どこまで膨らむのかね。ちょっと置いといて。膨らみが不足している場合はバルブから直接空気を吹き込み調整を行ってください。ああ。そういうことか。やっぱりここからじゃあ
なかなかシュールな絵だよこれは、うん、よし入った入った入った、結構パンパン、うん、でこれをもう一個こっちも、あ、でもこっち少し入ったかな、やろうかそっち、いやいいよ、これやっぱセパレートになってるから、あの1枚をずっと息長くフー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 ってやるよりはあの楽かもしれない、やっぱり2枚に分かれてる方が。で最後ここに、スナップボタンがついてるので、こっちとこっちにスナップボタンがあるので、これを多分パチパチパチとくっつければ完成です。完成です、うん、結構厚みもあるよ、何センチだったかな、3センチぐらいの厚みがあって、でも、もちろんなんだろう、エアベッドと違って空気だけじゃなくてウレタンみたいな中の入ってるんで寝心地が良さそうな感じ、ちょっと見てみよう、あ、これもいい、なんかもうちょっと薄いかなっていう感じがあったけど、実際寝てみると多分あの安いちっちゃいあの空気で膨らむ薄いエアマット3000円ぐらいでやつもあるけども、あれに比べると多分全然しっかりしてる感じですね、うん、これいい、しかも多分これここに乗せたら最高だと思う、コットの上にインフレータブル置いてこれ寝たら、これはあれだよ、家のベッドだよ。あ、ちょっとハマさんも寝てみてよ。ほんと違う？いやこれすごい楽だと思う。コット。ちょっと沈み込むけど、まあまあ全然。ちょっと沈むよね。他のメーカーによって、だからこれは個人によって好き嫌いがもしかしたら出るかもしれない。生地がちょっと柔らかい。生地がね柔らかい系。全然寝れるね。全然寝れるよね。腰が痛くならなそう。じゃあ、はい、これいいでしょ。これいいね。確かに。そこ辺は絶対大丈夫だし。うん。いいよね。これいいね。あ、本当だ。なんでだろう。多分その張りが。弱い感じをマットが補ってくれるんだと思うの、ね、うん、でふんわりもするから、これは快適最強の寝床の完成じゃない、うん、5800円足す2900円でかなりいい感じのベッドが完成だよ。1枚ずつにしてさ、子供がなんかテントの中で遊ぶとき座布団みたいにして使うっていうなんか使い方もありかもしれない、うん、例えばあと家のリビングとかで、うちなんかフローリングにマット特に敷いてないけど、よく子供たちゲームしたりするときお尻が痛いって言うから、これリビングに1個ポンって置いといてもキャンプ以外のときでも使えて便利かもしれないね。絶対このコットとかも子供がいたらわーいっつってゴロゴロするから、なんかね、せっかくのキャンプ用品、キャンプだけじゃなくて、お家のね、お家キャンプみたいな感じで、リビングの快適アイテムで使うのもいいんじゃないかなと思います。でも、このワイドミシックテントに、コットが多分ちょっと大きいんだよね。あ、でも、ギュッといけば、ここが中心だから、あ、いけるね。4人いけますね。ここが中心で、これと、これは、まあ、ちょっとここの人が、端っこが、これもうちょっと、ハリツナすればもうちょっとピンとなるかな。ピンとなれば大丈夫だけど、コットを入れると少し4人だと狭いけど、こういうマットを4つ引く分には家族4人で全然ゆったり寝られる感じがするね。で、多分、これもギュッと例えばどっちかにこうやっちゃえば、反対側これだけ開くから、ここに
まあ、なんか子どもの洋服とか衣類であるとかおもちゃであるとか、なんかキャンプグッズを端っこに荷物も置いても家族4人でもゆったり行ける感じです。すごくない？これが全部だってさ、ワークマンで揃っちゃうんだよ。なんかテントとかだけならわかるけど、こういうさ、まあ、寝袋であるとかマットとかもさ安く、こういう意外と小物が高くなったりするから、テントだけじゃなくてキャンプ意外とお金がかかるから、こういうのをさワークマンで安く揃えられると、これからやりたいなって人にすごくいいと思いますね。入ろうかなこっちはね1500円のベーシックスリーピングバッグです。今日実はね、私今浜さんに YouTube を撮ってもらってるけど、もう一人テレビ局の方がね足元だけテレビ局の方が撮影に来ていて、なんかカメラがね、はい、たくさんあるいやこれはでも気持ちいい。なんかこのぐらいの気温だと、これでもなんか昼、日中だったらお昼寝するぐらいだったら1500円のでも全然大丈夫。今もうむしろあったかいぐらい本当に。でこっちが7800円のフュージョンダウンシュラフです。でこっちはダウンとかフェザーとかの天然繊維が 50% と、あとポリエステルとアクリルの吸湿発熱綿が 50% 入ってるっていう、あのかなりねあったかい上にコンパクトになるタイプなので、なんかね、表面の生地もナイロンで柔らかいから、こっちはポリエステルでちょっとシャカシャカ系で、こっちの方がしっとりね柔らかい感じ。ああ、これは気持ちがいい。いや、やっぱりあったかい、あったかい、すごい、あの入った瞬間からなんかねポカポカする感じがあって、これは多分あんまりやっぱダウンのシュラフって普通で買うと他メーカーだとやっぱ3万4万とかするものだから、なかなか今まで買いたいけど買えないなっていうか、7800円で買えるのはこれすごくいいと思う。でなんかツイッターのコメントとか見てたら、やっぱりもう普段のシュラフは持ってるんだけど、重ね着を上になんか重ねたり寒い時重ねるように、7800円で買えるんだったら欲しいなみたいな書き込みをしてる人がいて、もうまさに本当メインでも使えるし、今持ってるやつにプラスして真冬に行くよみたいな感じで使うにもすごくいい、あの寝袋じゃないかなと思います。これはね、あの別動画、それぞれ別動画を出してるので、その別の動画からもぜひチェックしてみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。こちらのねコッタも本当5900円、5800円とかで買える、もう本当に値段的にはすごく安いので、キャンプはもちろんお家で使ってもいいし、こちらのねインフレートブルマット、これもねかなりね、あの正直もっと他のメーカーって厚みがあるやつとか出してるんですけど、だからちょっと 3,4 センチくらいで、あの寝づらいかなとも思ったんですが、これもねかなりね、あのいいですよ。でセパラーティアになってるからやっぱり畳みやすいとかもあるので、これはねぜひね、あの発売されたらチェックしていただけたらなと思います。でこちらの販売方法なんですが、2月下旬にワークマンの公式オンラインストアの方で、これはね店舗で扱うのかな、これはなんとなく店舗で買いそうな気がするんですが、ポットとかもあのちょっとですね、販売方法がちょっとキャンプイヤーは独特になってまして、オンラインストアで注文して近くの店舗で受け取りみたいな形になりそうです。ただ物によってはあのサイズが小さいものはね店舗で扱う場合もあるんですが、まあ、販売方法についてはワークマンのオンラインストアで見ていただくのが一番わかりやすいかなと思います。2月下旬に、サイトもオープンするようなので、そちらチェックしてみてください。で私の動画ではですね、他にもいろんなチェアとかテントとかいろいろあの動画上げてます。今回のこのねワイドミシックドームテントの動画、別動画も上げてますので、ぜひですねそちらもチェックしてみてください。今回の動画が良かったよということは、いいねボタンを、チャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいねチャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。